様、お世話になっております。気になるニュースを紹介します。かずみです。欧州歴訪している圭国の大統領、前回の動画でインスタグラム、ツイッターでアップされた写真に失礼な見切れがあってネット上で炎上していましたね。にもかかわらずまたやらかしたらしいのでお伝えしますね。さらに隣国の国会議員が驚きのパフォーマンスで炎上騒ぎを起こしていたので、今回はニュースを2本お伝えします。タイトル、大統領がオーストリア訪問。 SNS に投稿するもドイツ国旗を。 SNS 上でまた騒がしい事態に。大統領府がインスタグラムに大統領の歴訪するオーストリアのクロイチュ修道院訪問の様子を伝えながら、なんとオーストリアの国旗でなくドイツ国旗を使用してユーザーから指摘されてしまいました。今月15日、大統領府の公式インスタグラムにはムン大統領がオーストリアのファンデアベレン大統領夫妻と一緒にハイリゲンクロイツ修道院を訪問した写真が掲載された。大統領府はムン大統領がマックス・ミリアンハイム修道院院長に会い、カトリックは苦難と苦痛の時期に人類の希望となったが、コロナで大変な時期に全人類が連帯と愛で助け賢く克服できるよう祈ってほしいと伝えた。この過程で大統領府はファンデアベレン大統領夫妻と共にハイリゲンクロイツ修道院を訪問しましたというタイトルの横に、我が国の国旗と共にドイツの国旗を掲げた。オーストリア国旗を掲揚すべきだったが誤って掲揚したのだ。いや、これ絶対わざとではと思うくらいのやらかしてますね。ネットユーザーからは直ちに間違いを指摘し、国旗表記を修正するよう要請したそうです。大統領府はその後6時間後に誤りを正し、現在は正常にオーストリア国旗が表記されている。大統領府側はオーストリアと時差が大きく夜勤者が作業をしたがミスをしたものとみられると釈明したという。これに先立ち、文化体育観光部が運営する圭国政府 Facebook にも主要7カ国 G7 首脳会議記念団体写真に南アフリカ共和国大統領のカット写真が掲載され、議論が起きた。政府は今月13日 Facebook に G7 と招待国首脳の記念撮影写真を掲載し、写真1枚で見る我が国の地位と題する寄稿文で、この位置づけは我が国の地位だ、我が国が G7 首脳会議に招待されたのは民主主義国家であり技術先導国でもある我が国の地位に対する評価だという説明も付け加えた。しかし掲載された写真には前列の最後尾に位置する南アフリカ共和国大統領の姿がカットされ、我が大統領が相対的に中心部に立っているような印象が伝わり、意図的な演出という指摘とともに広報問題が話題になったと伝えています。それでは圭国の反応を紹介します。我が国の大統領、さすがです。心強いです。そしてやらかしすぎです。国際的な恥さらしだ。オーストリアに行かれた大統領の記事なんか書かれないから、間違いでもして記事にでもなることを望んでるんじゃない。国際的な恥さらしは国内言論のようだが、国家元首の海外日程記事を書かないあなたたちメディアのせいじゃない。我が国の大統領と大統領府がまともな仕事は全くしないってこと。上手なのは間違えることなのか。捜査と詐欺、偽善やごまかし、大統領と大統領府が全打席本塁打を放ってしまうのね、拍手喝采だよ。わあ、本当に線を強く超えるね。これはひどい。管理者は正気なのか。狂っている。国の品格がもう、ツッコミどころ満載すぎで絶対わざとですよね。他に大統領のニュースはないのでしょうか。続きまして、2本目も日本では考えられないゲインさんのお話です。タイトル、タトゥーを彫った背中を表し広報化を。正義党のリュ・ホジョン議員が16日国会で自分の体の一部分にタトゥーをした姿を公開し、タトゥー産業の合法化を求めた。リュ議員は当日国会議事堂本館前の噴水台近くで、タトゥーが刻まれた自分の背中がはっきり見える紫色の服を着て記者会見を行った。リュ議員は集会のためにタトゥーをしたという。
このタトゥーは一定期間が経てば消えるという。あ、本物ではないのですね。リュウギーンは、今は2021年、タトゥーはその人の外見とし、美しい絵や素敵な言葉、街でよく見かけるタトゥーはまだ不法だとし、私が生まれた年、司法府がそう解釈したためと述べた。それとともに、30年前の最高裁判事たちの閉じた考え方は、2021年の我が国の基準になるにはあまりにも古いとし、タトゥーはその人の容姿だ。ヘアとメイク、ファッション、フィットネスと本質的に同じだ。自分を育て見せたいという欲求は、私的なおしゃれではなく、我が国憲法が表現の自由で保護すべき国民の基本権だと主張した。リュウギーンはまた、誰かは私にそんなことしろと国会議員がいるわけではないのにと訓戒するが、これをしろと国会議員がいるのは事実だとし、社会文化的偏見に押さえつけられた市民の声を代弁するスピーカー、反射してくる批判と非難を代わりに引き受けるサンドバッグ、国会議員リュホジョンの役割だからと述べた。リュウギーンは、私は今年6月11日タトゥー業法を代表発議した。市民のタトゥーを保護し、国民の健康権を保障し、タトゥーイーストの労働権を認める法案を発議し、世界最高の軽タトゥー産業の育成と振興は国家の義務であり、1300万のタトゥー人と24万のアーティストを不法と音声の領域から救出することは国会の責任と主張した。彼女は今日この場に、個性豊かなタトゥーの人たちと有名なアーティストたちが集まった。見た目が良くないと思ってもいい。そんな方も、自分の不便さが他人の自由と権利を不当に剥奪する根拠になるとは思わないと信じているからと述べた。それとともに、今度は国会保健福祉の番とし、自分が発議したタトゥー業法の制定を促した。これに先立ち、リュウギーンは今月8日自身のインスタグラムに、 BTS の政局が放送に出演した際、指など入れ墨をした部分を隠している写真を掲載し、我が国の放送によく見られるこの醜い光景は、タトゥーを隠すための放送局の措置だ。タトゥー行為はまだ違法なので、そうなんだと話した。リュウギーンは昨年8月、国会本会議場にピンク色のワンピース姿で出席し、注目を浴びた。不適切な身なりではないかという指摘が出たが、リュウギーンはこれについて、こうして書いて腫れ物を作ることが進歩政治家がすべきこととし、我が国政治の旧態依然、女性青年に対する嫌悪発言に対して何か考えるきっかけと述べた。ぶっ飛んでる国会議員って日本にもいますが、あ、日本の方が多いかな。目立つ女性はやはりどの国でも話題になるのですね。それでは警告の反応を紹介します。脳にシワがないのか、正義党が狂ってる、どこからこんなスーパーウーマンを連れてきたのか、情けない、地方区に選ばれたら理解できるけど、比例代表に選ばれたのにこんなにめちゃくちゃだから気分が悪い、見たくない、いくら若くてもそんなに深い考えがなさそうだな。タトゥーが重要なのか、本当に国会議員としてしなければならないことが多いのに、タトゥー合法化が今時、当局が大変なのに、本当にあまりにも安易だね。私たちの周りに様々な問題をちょっと考えたら、本当に大変で困っている人たちのために何をするか、そっちを考えてほしい。本当に後悔するか。タトゥーは自分の体に留めるか支持するか、好奇心から自分個人の考えだけど、タトゥーをすることはとても難しい。1日も早く比例代表を廃止して、その分議席数を減らしてほしいです。本当に悪口が出そうになる。暑さと息の詰まるようなマスクをつけ、毎日を生き抜く国民に慰めと希望を与えるどころか、あのような下品な目に遭わなければならないのか。高止まりしている物価などどうにか抑えましょうよ。いかがですか。国会議員は本当に慎重に検討して選出したいのですが、残念ですよね。日本にも落選していただきたい議員さんは両手でも足りませんが、皆さんはどう感じましたか。コメント欄で教えてくれると嬉しいです。今回の動画は以上です。動画が面白いと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価の応援をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。